然待ってるよ。録音して録画していい？いいよ。オッケー。いいけどさっき言っとくな。うん、俺今の環境そこまであれやで。今難しすぎて一言で言い切られへんで。いやそうなんでしょ。いやわかるよ。だけど俺もうちょっと初心者にさちょっとなるほどね。教えてもらおうかなと思って聖徳先生をさちょっとこう。わかりました。紹介しようかなっていうので、いや逆にさ難しすぎるから、もう、はいはいはい、きっとね。だからもう多分、はいはい、一旦聖徳に聞いとかないと、俺多分最初の一歩踏み出せないなっていうので、一歩を一緒に踏み出そうっていう回ね。そう。なんかギアナ、ね、まあでもギアナがまたなんか強いみたいで。まあそうね、ギアナ強いけど、うん、まあちょっと光エイボルっていうね、ベルグヒルドだったっけ？あこれベルグヒルド。こいつがですね、まあ、イカれたスペックなんですよ。そうなの。こいつとギアナがいるとマジ強い。ちなみに聖徳はこいつは持ってません。まあ、あの何が言いたいかというと基礎速度118なんですよ。あ、ちょ基礎速度118はちょっと犯罪。やんちゃで、しかもスタンしない。ああで、毎ターン単体剥がし、うん、で、第二スキルも剥がしてスタンゲージ下げ、うん、で、第一スキル縦割りね。あ、じゃあもう完全にコントロールだ。もうあのね、こいつ水が吐くでも対策できないし、まあ、現状明確に対策できるキャラっていうのが、まあ、ほぼ存在しないのかな。これが猛威を振るっちゃってるわけだ。そうで、これにプラス世界大会目線だと、うん、そのギアナの対策で水が吐くを出したいんだけど、水が吐くをプレバンした上で、うん、ギアナとこのベルグヒルドがセットになると対策ほぼないから終わるっていう。多分出すだけで6割近く勝つんじゃないかなっていう感じになる。じゃあ今回の世界大会もこのギアナ・ベルグヒルドっていうのは出てくる可能性はある。まあ、ちょっとあの代表者が出揃ったらマーヒー君にその代表者の特徴とか、まあ、そういうのは全部リストでまとめて送るよ。うん、え、マジで？え、逆に教えてほしい。え、なんか、あのー今さ、俺もまとめきたいから。今と、そうそう、そういうのはちょっとデータも揃えてちょっと送っとくわ、大会の。今回だから MC っていう立場なんで、別にそこまでね、解説はしないんですけど、まあ、近くで僕もね、ちょっと楽しみたいなと思いながらも、はい、うんうん、もうちょっとその、ね、若い地ぐらいに行きたいなと。いや、でも若い地も難しいんじゃないかな。金さんぐらい行きたいなと。今、まあ、青帯があるから、青帯に入ろう。金の次、青やね、今。何青帯？オッケー。そうそう、とりあえずだから、まあ、僕もね、うん、その何から作っていいのかっていうのがちょっと、うん、全然分かってないところあるんで、ちょっとそうやね。だから基礎速度速いやつを何か用意するって感じかな。まあ一番ね、迅速弱くても速度勝てるのは配布でもらえた風クッキーなのよ。あのさっきのソニアの右、あ、こいつロリポップ勇者、そいつさっきの勇者、そう、こいつがパッシブで体力満タンだと攻撃速度上がりますよっていうのがあって、30やったかな。まあ、だからこいつ基礎速度140ぐらいになる。あ、しかも奪い取ってスキルに、そう、奪い取りが最近ついたよね。だからまあこいつで開幕上取って2ターンスキル延長みたいな。これなんか飛んで、僕これ刺されたらもう終わりですか。そうそうそう、こいつもいるし、まあ、さっきの100基礎速度115のジバラで単体ゲージ上げして単体防御虫系のキャラクターパナスもよし、そう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 、ソニアとかさっきみたいなも出てくるし、エトナもいるし、まあ、さっきのベルグヒルドみたいなああいうやつもいるし、全然違うじゃん。ネフを生かしていきたいね。そうやね。だからネフ水マクシ、え、水越用何がしとかのパターンの方が今ならちょっと即パならやりやすいかなと思うね。持ってないよ。いないね。持ってないよ。ちょっと。そう。そう、基礎速度速いやつをなんか、あの、まあ、さっきの配布のクッキーでもいいけど、やっぱなんか用意しないと、ちょっともう上から、相手のその基礎速度速いやつに対して基礎速度速いのを返しとかないと、もう相手の上取りが確定してしまって、やりたいこと全部やられちゃうよ。そう、こいつも第3スキルはさっきの全体凍結と一体延長なんやけど、第2スキルがゲージアップ、50% アップの速度バフに CT1 回復っていうのがあって、まあ、だからこいつで開幕、その基礎速度遅い、あ、速度遅いけど単体高火力のやつをバーンって上げて、はいはい、そいつで一体バーンって落とすみたいな。これ強いね、ズジバ。これ強い。変な話、フェイありかもよ。あ、そ
速度リーダーで、そう24パー速度リーダーフェイで、もう激怒でバカ火力ガン積みで、でまあその 50% ゲージ速度バフでまあつながるようにだけしておいて、うん、フェイで相手ぶっ飛ばすみたいな。まあ元気フェイの速パの人もいたよ。もうめちゃめちゃ火力出る、単発4万ぐらい出たかな、なんかめっちゃ火力出る、4万だったか、ごめん4万言い過ぎかもしれない、3万ぐらいだったかもしれないけど、フェイですか、フェイ、まあ、フェイを使ってそういう自腹フェイ、うん、ネフティスファースト、イアナ自腹フェイ、あとなんかとかね、結構嫌がられると思うよフェイは。ちょっとフェイを試運転してみる。あ、でも自腹組まないと自腹も組まないといけない。そう、自腹フェイをしないといけないから、まあ、自腹はちょっと、まあ、おいおい作るとして一回使ってみる。一回フェイ使ってみて感じ見てみる。フェイの火力を見てみようっていうね。あ、そう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 、オリバーね。いや待って、こうなった場合さ、もうさ変えてった方がいいのかな。ネフ、何、オリバーに対して何出すかね、今のこの状況で。まあ、とりあえず、いつかスタイル変えないで。ね、一回、なんか、とりあえず、勝ち負け度外視してやってみよう。あ、これね。一旦フェイ入れますか、一旦。一回フェイ入れてみよう。一旦フェイ入れる。一回フェイ入れて、相手何すんだよ。まあ、闇イフは出てくる。うん、フェイをバーンさせる、ジュリーかルシエンなんだよな、結局。でも、今んとこ速度リーダー。1体です。1体ですね、うん、これ相手ね。リカね。1体だからこれ、ルシェンでいける感じ？ルシェンでもいいかも。で、自腹バンでルシェンで。でもどうなんやろ、フェイバンされてたけど、まあ行ってみるか。これ、行ってみよう。オリバー自腹だったら自腹。自腹バンドがいいと思う。もう、これ上から行かないと。で、ルシェンバンで、ネフ決めて、ティアラバステと、剣バフフェイで、とりあえず誰から落とすかやな。なるほどね。あ、誰から行くかだな、これ。誰から落ちてくれるかや。完全ランダムやったっけ、ターゲットから。最初ターゲットプラスだけ。やんね。やんね。うん。さあ、どうなるか。剣バフ決めて。ちょっと楽しいよ、今これ。いけるか。さあ、誰から行く。これで、あの、誰が一番弱そうか。あー、でもな、これ、闇歩落としたなるな。闇歩誰も落ちない。惜しい惜しい、いや、でも、落ちない。あー、やめてくれ。いやでも大丈夫、闇風のクソ暴走がなければ OK。 イエーイ、いけるー。まあでもこういうこと、こういうこと。これを激怒とかで組むともっとフェイの火力がエグなるから。なるほどね。そう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 。まあ今防御文字出てなかったんちゃうかな、下手し。何も出てなかったっすか今。いやわかんない、ちょっと2万ぐらいしかダメージ出てなかった気がしたから、もうちょい火力出たかな、2万ボールぐらいな感じだった気がするな。うん、しかもなんか全員に今行っちゃったよね。綺麗に綺麗に綺麗に。あ、それはそれでティアナ処理しやすくてよかった。あ、逆にね。逆にね。そうかそうかそうか。これライカ案件になるのこれは。でもフェイライカ。新システムすぎる。新しすぎるやろ。いや新しすぎるやろ。だって既存のやつやっても確かに仕方ないと思ってきた。なんだ。うんうん。いや、その発想でいこう。もうこれですね。こういう時。いや、もう。いや、すげえ。え、美穂版？美穂っすか。美穂っすか。距離出ちゃうもんね。美穂っすか。ジャガー版だ。あ、勝ったんじゃないこれ。お、なんか。フェイ、繋がれば。問題は誰から落ちるか。あ、でもいいや。いいや。とりあえず大丈夫。まあ、ネフからやな、当然。あ、いや、そこ？ラッキーだね。剣バフ上げて、防御ジャッカーつけて、シュミツェルからかな。一番左のやつからかな。うん。ライカ生きるな。おい。いいね。フェイ、癖になるかもしんない、これ。この運ゲー感、癖になっちゃうかもしんないな、これ。あー、ちょっとでも残ったけど、まあ。いや、まあ、もう、これもライカ、まあ、もうこれ、あー、ライカしゃないけど。護衛で守られるのだけどうなるかやな。まあでもフェイ触んの怖いはずなんやけどな、これ。結構。まあ防御、ジャッカー巻きつつ。フェイ触れないと思うんやけど。触れんの？まあ、行くんかな。まあそうよね。
反撃がねあるからね。うん。うわあ発動したのに。こいつやってんな。いやまだわからん。ああこいつチャンドラの第一なんか発動率下がったぞ。スキル封印入れつつそっち行く？護衛されるで。あそっか。さあ護衛の反撃。よしよしよし。まあ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 。爆弾ライカか。あ、フェイク。剣バフシールド。よし。とりあえずライカさん。頑張れ。ライカさんが機能したらいける。反撃、いい。これ、いい。ここだね、いい。いい。こいつからいける。クリス勝った。シャレ。いける。ミス。絶対出ます。ミス。ミス出てもね、あいつ第一クリダメ確定なのよ、チャンドラは。ひどい。こいつ第一スタン第一クリダメか。うわこいつやってんな。どい。チャンドラーの第一スキル絶望スタンなんか。でもいいねいいねいいね。でもここでいやいや勝つぞこれ。いけるいけるクリダメ。勝った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 。よし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 。これやっぱフェリア。こういうことですか。これじゃないですか。まあだからどう。イニシエのキャラクターまだピックしていいですか。いいよ行こうイニシエ行こう。何それイニシエの。いやこういうことやってたんですよ僕昔。これよくやってた。すげえ本当これでいく。いやいやだからちょっともう今は使え今だったら使えないと思うんですけど、いや、まあ、ありかもしれない。イニシエのねこのイニシエの戦法、うん、大事ね。潔には誰もバフついてないの。これトリスマーやばいやばいやばい。ちょっと火力めっちゃ出るんよね。ちょっとやばいぞ。もう死ぬぞもう死ぬぞ。そうやね。ライカーに猛脚はつけへんか。あそれもう死んじゃった。あー火力が。そう水プリンがねこれまたマーヒークが欲しそうなやつでね。攻撃バフ速度バフ免疫っていうで基礎速度110オーバーやんちゃけど、まあこのバネソニア水プリンっていうのはめちゃめちゃ多いです。だからまあソニアをバンさせたくない、ソニアをバンしたくないから防御プラス2400オーバーの、うん、トリアーナとか用意して、まあ、守るみたいな感じのこと。うわ延長入った。やんちゃー今の音。やんちゃやわ今の。やったあかんことしたな今的。今のはあかんでしょう。あかんか。いやいや延長したんで相手がね、うん、バネッサにいつの間にか第一スキル延長入ってるっていう事実気づいてた。でしかもライカもあいいね。とりあえずでスキル封印入ってる状態ならあそうか周りやられたか。あれなのよバネッサ蘇生できないから。とりあえずバネから行くしかないか。これはもうバネから行くしかないと思う。おっ惜しい。いいいいでもいいいい流れ。ここで耐え続けれれば落としきって耐えろ。は耐えるんだ。いいでもうテサリン落とそう。オッケーもうこれはしゃあない。おお逆転した。いいぞ。そう、映せ映せ。相手の光符に映せ。いい勝った勝った勝った。ペレイヤ強っ。ペレイヤのおかげや。さすがやわ、マヒ君は。時代は変わってない。時代は変わってない。勝てない。いけこういうことや。時代はペレイヤや。いやだからそのジャガーとライカに合うキャラを、うん、なんかその耐久系の耐え忍べるやつをちょっと一体作りたいな、はいはいはい。まあさっきのソニア系やったらトリアーナやね。防御ぶりトリアーナ。防御2450だったかな。2400ぐらい振ると、うん、さっきの攻撃バフあのトリアーナがあのソニアが防御貫通できなくなるのよ。もうほんとジャガーとライカに合うこのドラゴンナイトのちょっと添えるやつをちょっと作りたいなと思ってるから、うん、応援系ね。応援系何そのジャンル。レオ版でトリトンバンさせるのが一番いいかも。それかエトナとかか
トリトンでいいと思う。あんだけ欲しかったトリトンでレオ版でいいんじゃないかな。覚えてる。あ、トリトンで、あ、まあ、これトリトン版で正解で、はい、ティアナで速度勝てるか相手の風イタドリがまあちょっと速いかな。ルーンで勝て、勝ったールーンで勝てとか言ったら勝った。さすが、おイニシエ、さすがです。イニシエですか。はい、勝ちました。はい、フェイ終わり。ちょっとまだ、はい、終わりました。イニシエ、はい、終わりました。やっぱ聖徳上手だわ。こういうことやろ、やりたいことは。確かに今から暴走で、あの後ろから攻めろなんて言われても、ちょっともうそういう風に遺伝子できてないやDNA で刻まれた戦いはこれやろ。刻まれちゃってるなこれ。じゃあこれラスト、次ラスト戦ってみるわこれ。次ね、オーケー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 。なんかでも同じキャラ外から出てくるんだね。うんうん、なんかまあ傾向としては出てくるんやろな、こういうとこが。なんかだからあれなんだね、すごいキャラの範囲が広いってわけではないんだ。いや、めっちゃ広いよ今、まあ、上に行くと光闇の絡みがめっちゃでかいんだ。さあ、応援系で、何と応援系で、応援系で、でももう勝っても負けてもラストは応援系でいこう。これオッケー。さあどうなる、ライカショってベラに落とされるかどうか。さあ誰来る。ああ、そこ勝った、すげえ。エトナ、ま、落としちゃうよ。エトナかベラの方がいいかもしれないけどな。どうなんやろ、繋がる。いや難しい、これは。まあでもエトナ、うん、ベラ、ベラって誰、一番左の闇の女の子、落としきれるかな。うん、で落としきる。いいぞ。シュミツェルは多分落ちてないから、ね、みんな反撃しろ。ああ、みんな反撃よ、みんな反撃。やばいやばいやばい、凍ってるんじゃないよ、凍ってるんじゃないよ。いや、爆弾ライ、あ、でもそっちに行くのはいいぞ。全体縦割り。はい。ミツデバフ。あ、いいね。エトナイミツデバフでかい。シュミッツェルをどうにかして処理したい。そう、そう、反撃。反撃。激に。いや、でもまだわからん。しよう。ああ、縦割り入ってほしかったな。攻撃チェック入らない。これ落としに行きますか？左？落とし左ってかな。うん。落ちない。まあまあまあ。いや、まあでもでもでも火力は。で、ティアナ、あ、ティアナ来るんや。ティアナだったらまだある。でも気合で、え、もうシュミツェル落とすしかない。気合。行け。気合。気合。あ！惜しい。いやでもまだある、まだある。回復できないからとりあえず。あー、暴走しやがったこいつ。てこ、反撃反撃反撃、ちょっと応援系で反撃。あー、でも電撃が、ジャガーはもうしゃあない、もうお仕事した。ジャガーお仕事した。じゃあ死にますかこれ。ちょっと張ったら死なない。あー、でも、まあ、いける、耐える、耐えろジャガー、いや、これはもうそこ落として、ジャガー、エトナぶっ殺して、あ勝つ。応援系、これこれどうな、いけんの、すげえな。応援系だ、応援系、応援系っていうジャンル俺も開拓しよう応援系だすげえひどい応援系。いやいや、上取ったから、上取ったからやで、あれベラ落とせたからよ最初絶対。なるほど、普通は自腹で速度、あのベラ上げてベラでライカバーって狙ってくるはずやから。ああ。さすがよ、あれはルームで勝ったそうか。でもなんか今日のスタイルで良かったけどな、応援系。応援系っていうの俺あんま得意じゃないから、俺応援系があれ応援系良かったな本当。良かった、あれ俺も真似する、応援系今日の夜応援系するわ俺もいやでも懐かしい、いい戦いが見れたわ今日。あ、やってたな、ジャガーライカーで受けてたえ、でもやっぱあのネフルシェンはやっぱ気持ちええな。あ、そうそうそう、バスティアルシェンはもう爽快感あるから。あー、やっぱもうね、清涼剤よサマナー増加の清涼剤よあれは気持ちええってなる。ちょっとこれをまた組み
直してどこまで上がれるかをちょっといろいろ遊んでみてください。また呼んでくれたらいつでも。ありがとうございます。いえいえ、ありがとう。